中日中田翔の故障は右太もも裏、最短復帰目指す。16日に出場選手登録を抹消された中日中田翔が、右太もも裏を痛めていたことが17日、分かった。15日の阪神戦で左足首付近に自打球。その打席での夕頃で、左足をかばって走った際に、右太もも裏を痛めた。名古屋球場で治療を受けた中田は軽い肉離れだと思います。長期離脱は避けられるとしても、警戒していた怪我をしてしまい、抹消という形になってしまったのは、情けなく、残念に思うと語った。すぐにでも一軍に上がりたいぐらいと意欲を口にしたが、実戦復帰は1週間ぐらい経ってから予定が立つのかなという見通しを示した。始まったね。まだビシエドも中島もいるんだが、一応最短で復帰したい模様。翔さんのチームに貢献しようとする動き感動した弱いわ。中田が出られないまでいかないとビシエド上げる気なかった立浪が怖い。複数年で怪我持ちだとサボろうとしても不思議じゃないのに偉いな。ガラスの太ももやな。焦らずゆっくり直してくれたら良いよ。今はビシエド調子良いし夏場以降でビシエドが疲れてきた頃に復活してくれたら助かる。去年と大体同じぐらいの時期だな。ようやっと肉離れから治ってないやろって速さで上がってきたのが去年なんだよな。ビシエド良さそうだしずっと離脱しててくれてもいいぞ。ご視聴ありがとうございました。